ファックは2005年のアメリカのドキュメンタリー映画。本作はアメリカ合衆国で最も下品な言葉の一つとして規制の対象にもなる一方、日常や映像作品等でもよく登場するファックという言葉をテーマにしたドキュメンタリー映画である。作品内では様々な分野の著名人や指揮者へのインタビューの合間にファックという言葉の起源や 記録に残る様々なファックの使用例といった VTR が挟まれる形で進行していく。そしてさらにアメリカ合衆国における検閲や言論の自由といったところにまで踏み込んでいく。本作はそのテーマ上、作中に大量のファックが登場し、その数は857回に上る。本作は1965年のプロパガンダ映画。 パワーバージョン4プロフィットの映像から始まり、スポンジボブのクリップなどが続く。映像作家のケビン・スミスやスティーブン・バチコー、コメディアンのジャニーイン・ガラファロー、ビルマー、ドリュー・キャリー、ビリー・コノリー、ミュージシャンのチャック・ディー、アラニス・モリセット、アイスティー、政治評論家、アラン・キーズ、パット・ブーン、ジャーナリストのマイケル・メドブド、ジュディス・マーティンらがコメントする映像が挟まれる。 学術的な分析は、悪態の研究士、マリリクタの発行人ラインホールド、アマン、ジャーナリズムアナリストのデイビッド賞、オックスフォード英語辞典の編集者、ジェシー・シェイドラワーによって提供されている。ジェフリー・ナンバーグ教授は、その言葉は、20世紀に起こった社会的変化の多くを反映していると考えられる。と述べている。次には、 ハンター、S ・エストンクソンの生前最後に記録されたインタビューを特集している。その後、コメディアンのレニー・ブルースとジョージ・カーリンのアーカイブ映像がある。ポピュラーカルチャーで登場する言葉としての考察として、MAS、H マッシュ、スカーフェイス、クラークスといった映画が取り上げられ、カーリンの1972年のスタンダップコメディ、セブン・ワーズ・ユー・キャン・レパー,セー・セイオン・テレビジョンが抜粋される。 ジャーナリストのサムドナルドソンは、ファックの多様性について、それは万能言語の一つです。とコメントしている。ビルマーは、それは究極の悪い言葉とコメントし、デニー・ブルースのおかげで、コメディクラブはアメリカで最も自由なフリースピーチゾーンとなったと主張した。コノリーは、ファックという言葉の響きこそ、その意味そのものだ。ファックオフという感情は翻訳できないと述べている。 例えばあなたがラサ空港にいたとしても誰かがあなたの荷物をいじっていたらファックオフと怒鳴れば止めろという意思が伝わるだろうと語っている。モリゼットは F ワードは特別です。朝食という言葉は誰もが使いますがファックという言葉は誰もが快適に感じるわけではないので何か他の言葉にはない力があるのです。と語っている。ブーンはその言葉をあまり使わないように主張し 自らはその言葉の代わりに自分の性を使うと語っている。ラジオのトークショーのホスト、デニス・プレイガーは、青少年がテレビや映画でこの言葉を聞くのは構わないが、家族が言うのはいけないと言い張っている。作中では、ファックという言葉の使用に反対する、者たちは大体、子供たちのことを考えろという理屈を語っている。ファックがいつから使われたのかは研究者にもはっきりとは、 わからないとされる。しかし、少なくとも1475年のフレン・フライズという詩にすでに見られると指摘される。語源については、しばしば語られる、ホー・アン・ロフル・カーナル・ナレッジや、ホルノケーション・アンダー・コンセント・オブ・ザ・キングの略ではないと、される。この言葉は、ロバート・バーンズ、デイビッド・ハーバート・ローレンス、ジェームズ・ジョイスといった作家の著作にも使用されている。本作では、 ファックが第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に現在の使用法を確立し、ジョージュ・パットン将軍がフランスに入ろうとしている部隊に対して行った演説の中でも使用されたと説明している。大手スタジオによる映画作品で最初にファックという言葉が使われたのは1970年の MASH マッシュとされる。1972年には オックスフォード英語辞典にも収録された。同年にはこの言葉がアポロ16号の月着陸任務中にも記録されている。本作では1987年の映画大災難 PTA でスティーブ・マーティンがコメディ演出としてファックと繰り返す場面が使われている。また本作はこれまで最も商業的に成功した実写コメディ映画が Meet the Fockers という暗示的なタイトルを付けられたことにも言及する。監督は、ファックの使用と意味、そして様々に呼び起こされる感情について分析する。ブルースは、もしあなたがファックと言えないのなら、ファック・ザ・ガバメントとは言えない。と語る。スティーブ・アンダーソンは、ファックが言論の自由や検閲についての社会的な議論に不可欠なものだと主張する。 ファックには、アメリカのハードロックバンドベティ・ブロー・トーチの、シャット・アップ・ファック、スプラット・パターンの、ファッキング・ファッキング・ファック、アメリカのホラー・パンク・バンド・マーダードルズの、アイ・ラブ・ツー・セイ・ファックなど、類似したテーマのタイトルを持つ楽曲が使われている。カルチャー・ウォーズの、ジャーナリスト・サム・ペチェックは、映画の音楽を、ソフト・コア・ポルノの音楽と比較し、サウンド・トラックが幅広く映画の内容、 強調するのを助けたことを認めた。アンダーソンはダリル・ハンナやジョン・ファブローが出演した2003年の映画ザ・ビッグ・エンプティーで監督デビューを果たし、ファックという言葉に魅了された。彼はその言葉の多様性と作家としての言語への関心からこのトピックを研究することに決めた。アンダーソンがファックという言葉に対する一般大衆の認識に触れたのは コメディアンであるジョージ・カーリンのクラス・クラウンで彼のモノロームセブン・ワーズ・ユー・キャン・レパー・セイ・オン・テレビジョンが含まれていた。アンダーソンはインタビューでファックの多様な使われ方に魅了されたと説明している。彼ははじめこの言葉に関する映画というアイディアを冗談として提案したが後にそれがドキュメンタリーのテーマになり得ることを認識した。オブザーバーが伝えるところではアンダーソンは ファックという言葉を楽しんでおり、その言葉がどのように大衆文化に組み込まれているかを調べるというアイディアに興味を持っていた。彼はある人はなぜその言葉が使われると気分を害し、別の人はなぜ面白がるのかを分析したいと考え、この言葉が社会におけるタブー言語についての議論を際立たせることに注目した。アンダーソンはロサンゼルスタイムズ紙に ファックという言葉の遠曲表現の普及が高められている中にあってこの言葉が持つ禁断の性質を説明した。彼はその多ー性について触れ、この語を直接使うことなく間接的に言及することで若者にその意味を理解させられることを示した。サウスチャイナモーニングポスト紙のインタビューでアンダーソンは真のメッセージを妨げる可能性があるため映画監督は 検閲に反対するべきだ。と述べた。アンダーソンはカヌエストニュースサービスにこのドキュメンタリーが言論の自由、性的スラング、メディアでの使用についての議論を呼び起こすことを望むと語った。彼はこの言葉が NYPD ブルーで使用されるべきかどうか、そして両親が子供と話し合うべきかどうかについて質問した。彼は芸術家や映画制作者は ドキュメンタリーのタイトルの妥当性について世論に委ねることなく、検閲なしで自由に意見を述べるべきだと強調した。アンダーソンは、インディワイヤーとのインタビューで、言論の自由とは保障されるものではなく、それが失われないように議論と監視を続けなければならない概念だ。と述べた。彼は、ファックという言葉を、言論の自由に関する議論の中心にあると分類した。 彼はファックよりも社会的に非属だとみなされる用語があることを認めているがファックという言葉は議論と対話を生み出すのにうってつけだったと語ったアンダーソンはそのタイトルだけでプロモーションの難しさという点で他の作品より特別になっていると語った本作は制作中ザ・アンタイトルド F ワードフィルムと呼ばれていた自身のウェブサイト上での映画に関するインタビューで アンダーソンは本作をファックと命名する際に生じた問題について語った。彼は内容を簡潔に表しているという理由で、いつも本作をファックと呼んでいた。これには、ニューヨークタイムズやロサンゼルスタイムズといった主要なメディアで、真のタイトルを宣伝できないという特有の問題があった。LA ウィークリーのようなオルタナティブな新聞なら許可される可能性もあった。アンダーソンはまた、 映画祭でのタイトル表示の際にも問題が起こるだろう、ことも予期していた。アンダーソンは自身のドキュメンタリーのタイトルはファックだが、アスタリスクを用いての代替も許可したと説明した。彼が決定権を持つコンテンツでは、劇場版や DVD 版を含めタイトルはファックとされている。彼は自分の闘争がドキュメンタリーによって暗示された議論を反映していると結論し、 その気づきが映画のタイトルを研修する動機となった。タブーの言葉がどのように文化に影響を与えることができるかということについての映画であるため、ファックをそのタイトルにしておくことが重要だった。本作ではアメリカのグラフィックデザイナーであり、漫画家でもあるビル・プリンプトンのアニメーションが特徴である。本作では重要な概念を説明するために、録音資料や音楽、ビデオクリップ、 アーカイブ映像を使用する。アンダーソンは5つのテレビシリーズと22の映画から抜粋して組み合わせた。インタビューシーンでは異なる話し手が互いに会話を交わしているようにカットされ、それぞれが議題に対して対立する意見を持つように配置された。本作はウンパーにレーティングされていない。レインストームエンターテイメントは2003年11月に本作の制作のため資金調達。 2004年から制作が決まった。本作は、アンダーソンの会社マッドフラップフィルムと、レインストームエンターテイメントの共同創設者、スティーブン・キャプラン、クレック・ダニエル、ブルース・ライザ・ローイッツ、ジョリー・ワイズ、リチャード・アルディラによって2005年に完成した。ワシントン州スポケーンのバッドアップル・フィルムズから資金援助を受けた。映画は35のメディアコメンテーターからインタビューを受け、 ジョリー・ワイツがその手助けをした。彼はアンダーソンの以前の作品ザビッグ・エンプティーをキャスティングしナポレオン・ダイナマイトの制作葬式として業界の信頼を得ていた。アンダーソンは保守からリベラルまで様々な視点を持つインタビュー対象を選んだと述べている。アンダーソンはインタビューを受ける人物の確認で参加を受諾した最初のグループに パットブーンが入っているのを見て驚いたと語っている。彼は本作の制作を始める約8年前、ブーンとの仕事でカメラマンとして参加していた。ブーン、ビルマー、ジャニーンがラファローの参加を確認したことで、他の参加者もほぼ固まった。本作には、ハンター・エス・トンプソンの自殺前最後のインタビュー映像があり、アンダーソンはジャーナリズムへの貢献を称えて、 本作を彼に捧げている。本作の配給権は2006年にシンクフィルムが獲得した。映画チェーンはザ・ゴー、レターワードフィルム等と言及するに止め、宣伝に映画のタイトルを使わなかった。シンクフィルムのマーク・ウルマンはフィラデルフィア・インクワイアラーに対してメディアが使いたくないタイトルの映画を宣伝することは特に困難だった。と語っている。スタッフは オリジナルの独創的なプロモーションを行うことを意図していたとウルマンはバラエティ氏に語った。シンクフィルムは本作をファックという言葉が内包するタブー性と文化的普遍性の二面性を包括的かつユーモラスに描いた作品としてマーケティングした。ファックは2005年11月7日アメリカンフィルムインスティチュートフィルムフェスティバルにおいてカリフォルニア州ハリウッドのアークライトハリウッドで 初上映された。2006年3月10日、テキサス州オースティンで行われた第20回サウスバイサウスウェスト映画祭オープニングナイトの後で関心が高まり、第30回クリーブランドインターナショナルフィルムフェスティバルでは2回の上映を完売した。フロリダフィルムフェスティバルでは2006年3月31日と4月2日に上映された。同年4月には、 フィラデルフィアフィルムフェスティバルにおいて、プリンスミュージックシアターで上映。6月には、ワシントン DC でプレミア上映。6月15日には、ナンツキットフィルムフェスティバルで上映された。2006年8月23日に、ロサンゼルス。11月10日には、ニューヨークで公開された。カナダでは2006年ホットドックスカナディアン、インターナショナルドキュメンタリーフェスティバルで、初上映され。 12月1日からブルールチネマでレギュラー上映が始まった。シカゴのセンチュリーセンターチネマでも2006年11月17日から上映が始まった。2007年には香港国際映画祭でも2度上映された。2011年のサンタバーバラインディペンデントでのアンダーソンのインタビューによれば、ファックは世界中のおよそ100の映画祭で上映され、 劇場公開中に65の都市で上映された。レビューサイトロッテントマトズでは72のレビュー、中肯定的評価が56%、平均点は5.8、10となった。メトクリティックでは23のレビューがあり、過重平均値は58、100となっている。アメリカンフィルムインスティチュートは、結局のところ、ファックは言論の自由に関する映画です。 表現の自由は気分を害する言葉にまで広げなければなりません。このモートこのマザルとファックはあるのです。と書いている。オハイオ州立大学もリッツ法学部のクリストファー・エイム・フェアマンは自身の著書ファック・ワード・タブー・プロテクティング・アワー・ファースト・アメンドメント・リバティーズで本作をファックを使った最も重要な映画と呼んだ。 デモクラットクロニクル誌のジャック・ガーナーは、結局本作のエンターテインメント性に喜ばしい、驚きを感じたとして、本作に10点満点中8点を与えた。内容は、ファックという言葉の繰り返しであるにもかかわらず、教育的内容になっている。と述べている。ボストングローブ誌のウェスリー・モリスは、監督の軽い演出が真面目な論点を観客に、伝えるのに有効に機能している。 と評している。フィルムスレッドのサリー・フォスターは、この映画の要点は、言論の自由に関する議論であり、作品は面白く思考を刺激してくれる。と語っている。A.O. スコットは、ニューヨークタイムズに、アンダーソン氏の映画は、礼儀を重視する人たちと、自由な表現を支持する人たちとの間の、文化戦争として演出されている。だが、真の教訓は、 両者が互いに依存しているということである。その言葉が持つ生命力、すなわち協調を伝え、ストレスを軽減し、大人をぎょっとさせることができ、さらに副詞、名詞、動詞、教義語、そして言語学者が言う、折衷時のいずれにもなるというユニークな能力は、許容されるものと冒涜的なものの間に境界を引く、能力に基礎を置いているのである。と書いている。 シカゴリーダー氏のジョナサン・ドーゼンバウムは、このドキュメンタリーは、面白い映画であり、その言葉に対する、教育的解説である。と書いている。マイアミ・ヘラルド氏のグレン・ガービンによれば、この映画は、政治、歴史、文化の視点を後半に融合させたものだという。ザ・オースティン・クロニクル氏のレビューでは、マージョリー・バウム・ガーテンは星5つ中4.5の評価を下して、 その言葉を取り巻く神話を解明するのに役立ったと結論付け、同作は魅力的かつ教育的だと述べた。スティーブ・シュナイダーはオーランド・ウィークリーにて本作で下ネタが繰り返されているにもかかわらず学術論文と比較して批評している。ノエル・マリーはザ・ AV クラブの批評で本作に B マイナスのグレードを与え、 複数の視点から視点を提供することによって、ファックはカービー・ディックの This film is not yet r イ l a t e d が失敗したところで成功した。と述べている。カール・フレンチはフィナンシャル・タイムズのレビューで本作はユニークでありかなり面白いと書いている。モイラ・マクドナルドはシアトル・タイムズの批評でアメリカ合衆国憲法修正第1条表現の自由を報じつつ、 その一方で社会におけるこの言葉の偏在に眉を潜めるということが許されるのかと観客に問いかけた。ミックラサールはサンフランシスコクロニクルで表現の自由についての議論は型にはまって単調だと書き、ファックの繰り返しを批判した。ピーター・キオーはボストン・フェニックスの批評で星四つ中二つを与え、ファックの繰り返しにうんざりするようになった。と述べている。 オブザーバーの批評でフィリップ・フレンチは映画のコメディ価値は低く傲慢で幼稚で退屈であると書いているガーディアンの批評でピーター・ブラッド賞は独創性の欠如を批判して5つの星のうち2つを映画に与えているエンパイア誌のレビューではデイビッド・パー・アーキンソンが5つの星のうち2つの評価を与え監督の議論がおとなしすぎると不満を述べた彼は 映画の内容が十分にコメディ的ではなく、面白くもなく、刺激的でもないと語った。タイムアウトロンドン市では、デイビッド・ジェンキンスが、言語学、メディア、検閲の問題について、深みがないとして、星6、中1とした。ザ・ストレンジャー氏のノア・サンダースによる批評は、この映画は楽しく見られたが、編集と構成がまずい。と結論付けた。 ストリート・ポール・パイオニア・プレスは映画の長さを批判的に語り、ワシントン・ポスト、デサレット・ニュース、ザ・ヘラルド、デイリー・ニュースなどでも同様の意見があった。シアトル・ポスト・インテリジェンサーのレビューでは、ビル・ホワイトがグレード C を与え、言論の自由についての議論を呼び起こそうと試みたが、失敗した。とした。DVD ・バーディクトのマイク・ピンスキーは映画の主要な議論は、 冒頭で、すでに達成されたと結論付け、その後の構成を書いたことと、全体的な論調の軽さを批判している。ファックはいくつかの大学の学科でも資料として使われている。クリストファー・エム・フェアマンは、2007年2月、カルドーゾローレビューの彼の論文ファックで本作について論じている。フェアマンは、アンダーソンがタイトルをファックとしたことと、 それが引き起こしたマーケティング上の問題を取り上げ、アンダーソンはそのタイトルが、社会における言葉のタブーについての議論を促進すると考えたのだと述べ、自分の論文の題名をファックとしたのも同じ理由だとしている。アンダーソンは、サンタバーバラインディペンデントとのインタビューで、フィラデルフィアの学校の教師が自分の生徒の前で本作を上映し解雇されたと語った。 この教師は自分のクラスでもファックが頻繁に使われていたため本作を研究し生徒にその言葉の歴史を教えようとしたのだというアンダーソンによると解雇の理由となったのは作中でファックという言葉が使用されていたことではなくセックスは森を救う会が環境保護を訴えるためヨーロッパのコンサートにおいて舞台上で成功する38秒のシーンがあったことだという 教師は、ウィリアム・ペンハイ・スクールの11年生のジャーナリズムクラスの生徒に、親に許可をもらうことなく DVD を見せた。彼は、フィラデルフィア・デイリー・ニュースに作品を見せる前に、性的な場面が含まれていることに気づかなかったと、こうした。彼は校長によってその地位から降ろされ、それは地元の教育長にも指示された。教師は退職し、決定についてそれ以上訴えなかった。 フィラデルフィアデイリーニュースがこの出来事を分析し、教師を解雇する学区の決断を妥当と結論付けた。それと同時に、90分の DVD を見せただけで19年間の教師生活を抹消してはならないという、教師の立場にも同意している。ファックは2012年の学術雑誌コミュニケーション、ティーチャーで、南イリノイ大学カーボンデール校のミリアムソブレ。 デントンとジャナシモニスによる Do You Talk to Your Teacher with That Mouse FCK A Documentary and Profanity as A Teaching Tool in the Communication Classroom で分析されている。デントンとシモニスは大学レベルで異文化交流を学んでいるコミュニケーション学の学生に対する本作の有用性を論じた。彼らの研究はアンダーソンへのインタビュー 大学院レベルの言語と文化のデータを取り入れた。デントンとシモニスの結論では、社会化された形態の権力、反抗心、プロ意識、誠意役割とタブー語が関連付けられた。ありがとうございます。